カマークの重要性教えます。はい、どうもこんにちは、リオロです。今回は上にあるこれ、このイカマークの重要性についてお話ししていこうと思います。皆さんはガチマッチをしていて、この上のイカマークちゃんと見てますか？さすがに見とるはボケ、バカにしとんかっていう人がいると思うんですけど、まあそういう人の半分ぐらいはちゃんと必要な情報の全てを見れてないと思います。はい、まあそういう人も含め、まだ見てないよって人はこの動画を見てしっかりと見る意味を理解して、これから見るようにしていきましょう。で、この上のイカマークを見る理由は得られる情報が多すぎるからです。これに限ります。はい、ちなみに上手い人で上のイカマークを見てない人はいません。つまり上のイカマークを見れるようにならないと上手くなれないと言っても過言ではないです。ではイカマークから得られる情報をまとめていきます。まずは簡単なものから話していきます。イカマーク見てるよって人はね、多分この辺は見れてるんじゃないかなと思います。まず一つ目が人数状況。これに関しては皆さんも知ってる通り、マークが黒くなればデス、光っていれば生きてるということですね。はい、味方が死んでいれば潜伏、もしくは下がるという判断ができるので、これは基本としてしっかりと見ておきたい情報ですね。次に2つ目、これはスペシャルが溜まっているかどうか。これに関しても見ればわかりますね。光っていれば溜まっている、光ってなければ溜まっていない。味方が溜まっているんであれば一緒にスペシャル合わせたりとかもできますよね。気が溜まっていればそのスペシャルを警戒できます。こちらも基本なのでしっかりと把握しておきましょう。もう一つが相手に何の武器がいて、どの武器が生きているのか、編成相性とか塗りの強さとかもわかりますね。これもしっかりと把握しておきましょう。敵にだけチャージャーがいたりした場合とかはね、しっかり警戒しておきたいですね。このあたりが簡単な情報になるかなと思います。今話したことは基本中の基本なので、上手くなりたい人はまずはこれだけでもいいので把握できるようにしましょう。腕前は関係ないです。一つずつでいいので意識していきましょう。ここからはこれを元に判断する情報になりますので、少しレベルが上がります。まず一つ目が敵や味方がどのタイミングで復帰したのか。これはイカマークで死んだのが分かって、次にどのタイミングで復帰してくるかという話です。デス表記になったイカマークが元に戻ってからだいたい5秒から8秒後で前線に復帰してくるかなという考えでいいと思います。これが把握できるようになると、敵に挟まれるのを回避したりとか、逆に復帰してくる敵に対して潜伏キルを入れたりできるっていうわけですね。さらに上級者になると、その復帰した敵がスーパージャンプで飛んでいったとしても、角度でだいたいどこに飛んだのかを把握して潜伏で倒したりとかボムで倒したりしてます。キルの幅が広がったり、敵の射線を気にして戦えるようになるので、少し難しいかもしれませんが、把握できるようになりたい一つの情報です。では次に2つ目、これは敵がスペシャルを抱え落ちしたのかどうかがわかるということです。抱え落ちというのはスペシャルを保持したままデスするということです。これはどういう時に役立つ情報かというと、例えば敵がインクアーマーを抱え落ちした場合、次に復帰したタイミングで溜まりやすいので、アーマーを警戒しようとか、潜伏して溜まる前に倒そうという判断ができるということです。具体例を出すと、ガチエリアで敵のラスト打開でこちらがリードしてない場合、なんとかリードしたいんですけど、敵のボムピッチャーが抱え落ちしていた場合、復帰してきたら、まあ、そいつを落とさないとボムピッチャーで塗られちゃいますよね。まあ、そいつをだから絶対に潜伏で倒すとか、そういう判断ができると思います。これはもう試合を大きく左右する情報なので、しっかりと把握できるようになりたいですね。3つ目は敵がスペシャルを吐いたかどうか。これは目で見ればわかりますが、遮蔽物で見えない時とか、潜伏からのソカリバブルランチャーとかを警戒できます。で、次、これはかなり上級者にならないと難しいと思うんですけど、イカマークを把握するだけで敵が潜伏しているかどうかがわかります。どうやって判断するのってなると思うんですけど、どうやって判断するのかというと、1つ目が姿が見えていないのにずっと生存しているのがわかるとき。かなり長い間戦闘しているのに姿が見えなくて、一旦もデス表記になってないということは、どこかに潜伏しているという可能性がすごい高いです。姿がないのにデスしてないということはそういうことです。で、潜伏を見極める方法2つ目が、塗りが弱い武器がスペシャルを保持していて姿が見えないときです。わかりやすい例はスプラローラーとかですね。あの武器別にスペシャル溜まりやすくはないんですけど、スーパー着地を持っていて姿が見えないときは大体潜伏してます。まあ、それだけ生存してるということになるので。はい、というわけで今話したことが全てではないんですが、ある程度これを知れば試合展開を自分で組み立てれて勝率が上がるんじゃないかなという情報の得方を解説できたかなと思います。この動画で説明したことを意識するだけで、先に敵の情報を入手できてかなり有利に立ち回れるかなと思います。細かく言えばこの他にもまだあるんですけど、かなり難易度が上がってくるので、この動画の反響が多ければ動画にしようかなと思います。というわけで今回は上のイカマークを見る重要性についてお話ししました。この動画が少しでもためになったなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけると嬉しいです。僕のチャンネルでは他にも山ほどためになる解説をしているので、良ければそちらもチェックしてみてください。というわけでここからは今日解説したことを意識しながらガチマッチ解説していこうと思います。はい、というわけでここからは立ち道パーキングのガチエリア続きから見ていこうと思います。武器はバケットスロッシャーソーダですね。はい、でこれ直前に島根が落ちていて人数有利状況だったので、前に詰めて潜伏してました。で、二人持っていくといいですね。序盤の拮抗してる状況っていうのは、こう、長射程が圧倒的に有利な状況なので、無駄に前には出ずに潜伏してましたね、自宅で。潜伏っていうか、待機してましたね。で、直前に死んでるので二人、
前に飛んでも大丈夫かなという判断で前に飛んだんですが、まあ、ちょっとこれは前すぎましたね、飛んだ位置が。で、まあ、ただ敵の前線はそこまで上がっていないので、もうまた戻ったんですけど、運のボムラッシュにやられましたね。あら、運が悪かったです。ステジャンなんで見えないはずなんで、本当に運が悪かったとしか言いようがないです、今のですわ。で、ここはしっかりと手前処理からですね、やっていきます。結構多いんですよね、立ち上パーキング手前無視してエリア行っちゃう人、マジで良くない。手前から見ましょう。手前見てあげないと、光栄とか塗り武器がしんどくなっちゃうから、まずは手前から。で、手前の処理をしっかりとやっていくと。まあ、無理やっても一回戻って、ちゃんと処理しきるまで処理すると。で、もう一人も倒して、ここ有利状況なので、で、ラスト洗濯機一人だったんで、詰めたらカバーしてくれるかなと思ったんですけど、ちょっと僕の詰めが早すぎて味方のカバーが間に合わなかったって感じですね。はい。だからまあ、キルは取ってくれました。今回は僕がね、否定的なゾンビギアを採用してます。はい。あれ、お前ゾンビギア否定しとったくせに使うんかよと思うかもしれないんですけど、まあ、使い方さえ知ってればこのギアは強いので、正しい使い方をしてますね。はい。で、ここで有利状況を取ったので前に行きます。で、クライゲルを倒して、ああいう時に敵のクライゲルちゃんと引くべきなんですけど、まあ、不利状況なのにも関わらず引かなかったから俺にやられたと。で、ここはせっかく作った有利状況を無駄にしたくなかったので、ロングとのフリータイム、逃げて帰ってきました。で、これ、サイドから展開していくんですが、クーゲルが、しっかりと見ていて、で、味方が死んじゃったので、ここは下がります。人数不利なので。で、自宅のロングを処理しに行きます。はい。で、ここですね、相手の洗濯機と島根が、噛み合って、うまいことやられちゃいました。この間の島根、うまかったですね。フリー状況だから詰めてこうへんやろ、っていう中で、あえて詰めてきて、しっかりと俺だけ倒して引くっていう、まあ味方がカバーしてくれたんでよかったんですが。で、ここは不利状況なんですけど、まあ、敵タカ入っちゃったので、カバーしに行ってますね。で、一人ロングブラスター、セイボツさせて、で、こう帰ってもよかったんですけど、クーゲル見えちゃったんで欲張ろうとしたら、まあ島根にやられちゃったので、ここは、降りながらクーゲルを倒すもしくは帰るという判断でしたね。まあただ結果論なんで、まあでも後ろに島根がいるのが分かってたので、もっと警戒するべきですね、あれは。これは打開のワンチャンス掴むために飛びまくってるんですけど、まあ、うまく味方と噛み合わなくて、まあ、これだと打開できないなと思ったので、歩いてしっかりと打開しに行きます。こうカウントに余裕があるときは普通に行ってもよかったと思うんですけど、もう少しでリードされそうだったので、リードされたくなかったのでワンチャンス掴みに行ってたって感じですね。これは島根がボムラ吐いたんですけど、あの、状況的に見てあの島根無視したらエリア濡れたので、人数状況とか的にも。島根を無視してエリアに行きました。人数状況っていうかポジショニングとかですかね。はい。そしたらちょうど味方がキル入ってくれたので、打開といった感じですね、これは。で、ずっと自宅で戦ってても、ヘイトが分散できなくてボムラッシュの餌食になっちゃうところだったので、降りるっていう判断は正しかったと思います。で、これは自宅のクーゲルを見に行くんですけど、バレてたので下がります。上と下で、今の対面はさすがに不利なので、で、自宅を見ようと思ったんですけど、味方が処理してくれたので、ここ絶対リードしたかったので、正面にキル取りに行きます。V ブラッシュで圧をかけて、ロングをメインでしっかりと落としていく。で、降りて、洗濯機も、ここで落とすと。で、ここ、味方がカバーしてくれて、このままリードって感じですね。こう、人数状況を見て詰めたり引いたりっていうのがすごく大事なのが、分かる試合だったかなと思います。敵も不利状況なのに下がらなかったから光栄武器のクーゲルが死んだりとかっていうのがあったので、まあ、すごい分かりやすい動画だったんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日の動画はここで終わるんですが、まあ2回目なんですが、よければね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。あの、伸び悩んでる友達とかがいたらね、教えてあげてください。僕の動画、すごくためになると思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さらば。